えー、それではですね、えー、スタップ細胞のその後のお話をしてみたいと思います。えー まあ論文に不正があった、縮尺を変えて、別のものをこうはめ合わせて、つなぎ合わせた、そしてまあ一番根本的にはです、ね、違う写真を載せてしまった、それはまあ単純な取り違いであったというまあ説明もありましたけれどもで、今回問題になっているのはです、ね、私は悪意がなかったということで、まあ、かなりあの弁護士を通してです、ね、かなりの資料を持ち込んで、またその説明会もありましたが、それに対してです、ね、利権があの再,再度審査しません。 ということで、まあ。 ちょっとあっさりとし、えー、しましたねでそれに対してすごくショックを受けてるいうことで、えー、またまあ、周りはかわいそうってう話になってしまっています。でこれここで少しあのご説明したいのは、ですね科学,科学でいう不正というのは、ですね正しくないということなんですね。あの縮尺を変えたとか、違う縮尺を変えたものを貼り合わせたとか、ですね、えー、取り違えたというのは、これは正しくないわけですね。だから不正と言ってるわけです。でそれを悪意はなかったという,いう言葉で言ってますけど、あの 科学では悪意っていうのは、ね、科学に善意もないわけです,悪意もないわけですただ手法が間違っていたりその写真が間違っていたらこれは不正というんですねで不正というのはその論文に価値がなくなってしまうしそこの結論ももう怪しくなってしまうだから今大事なのはですねその,その悪意があったとかなかったとかいうことではなくって利権側としてそのスタップ細胞があるのかないのかはっきりとした方法でそれで公明正大な方法でそれを きちっとと検証すすることは一番大事なんですで保方さんも悪意があったとかなかったとかあの訴えるのではなくってあのこの写真が正しいんですでこれが正しいものですということをきちっと検証すればいいんだけども保方さんは科学者としてのその主張ができていないのは非常にあの ままあ気の毒だと思いますで利権側もですね本来利権という大きな組織ですからこれはスタップ細胞の検証はおぼかたチームと、えー、第2のチームと第3のチームでこういうことにやりますということをもっと責任ある研究所として言うべきですというのはこれはあの私的な研究機関じゃなくてですね国立のものすごく大,あの大きな予算を使ってるわけですからそれをやる義務があります。 にもかかわらずそのなんかそのおばかたさんのすごくこう研究者ではないその感情論に対してあの、まあ、非常に理性的ですけどその説明不足でバサッと切ってるところが、まあ、ちょっと問題だと思いますね。ですからこの問題少しあの私としてえ付け足すならばあの話の仕方、聞き方をあの変えないといけない。でこれはですね、あの おぼかたさん側も技研側もも改める余地はありますでこれはぜひですね聞いていただいてる方にもあの自分の問題として考えてもませんですよあの人かわいそうとかですねあの研究機関がどうのっていうではなくてまずですねまず受け止めるっていうことが大事なんですねものを言う時にはですからまあおぼかたさんが最初言ったわけですからこれはあの 理研があの指摘された通りこういう問題がありますこういう問題がありますこういう問題がありますでそれについて少し説明しますということでやっていけばいいわけで何かそのなんか脳から入ってるわけで私はそんなつもりはありませんでしたとかですね悪意はありませんでしたとかそういう話をされるからこ今度こっちもカチンとくるわけですねでだからそのまずこれ個人の話し合いもまず受け止める。 そして相手が言ったことに対して利権もですね、新たな証拠は出てないからダメっていうんじゃなくておばかたさんが言っていることは分かりましたその悪意ということにこだわっているようですけどもあの研究の世界ではですね、悪意も善意もありませんだから利権側も悪意とか善意というか言うことじゃなくて不正正しくないということを言っているだけのことで気持ちは分かりますが正しいものを出してくださいと言えばいいわけですね。 でまあこれ、自分の問題に置き換えるとですね何か人に言われたときにそんなことないというふうに否定から入るんじゃないでしょうかでそれを、ですねあなるほど、そうでしたかあなるほど、ちょっと私、うっかりしましたあのこうでしたねっていうことで相手の話を受け止めてそれでね、ねすぐにでもって言わないんですね、そこにね、ワン、ツー、スリー、3秒ぐらい待って、出ないとね、そうですよね、あなたの言うことわかります、でもね。 という風に間髪にエルスになったらその分かりましたよ。でもねっていうのは分かったと相手は思わないんですね。ああ、そうか。そうか。申し訳ない。あ、あそうだったんですね。ところでね。実はこれにはそのこういう理由がこういう事情があったんですよね。っていうことで要求じゃなくて、自分の気持ちを表現するで、そしたら相手もあそうだったんですか。いやちょっと悪気があるかと思った。思ったんで。 というふうふにこう受け止めてくれるその時に悪気なんて私ないですよって言わないで「あそうですかいや分かっていただいてありがたかったです」というふうにお互いにですね受け止める「あそうだったんですか」あ「あわ分かりました」あ「ああなるほどね」っていうふうに話をしていくと、えー、とってもこうお互いこう心安らかに相手のことが理解できると思います。 でだからこのおぼかたさんかわいそうっていう,いうふうに、えー、理解するだけではなくて自分もまたその受け止めて話をする相手に分かってもらえるように話をするというのを大事にしてみてください。